はい、こんにちは、ボルクセス。今回紹介していくのは、ゾックスの、ワンセグテレビチューナーですね。DS-DT305BK という商品になります。で、本体見てもらったらわかるように、USB メモリと同じぐらいの大きさになってます。で、こちらが取り扱い説明書ですね。USB 接続のワンセグテレビチューナー、型番がこちらになります。で、これが、あの、商品内容になってまして、ソフトウェア CD と、 クイックガイド。あとは取り扱い説明書はさっき案内しました。で、中に保証書が入ってます。F 型変換コネクタとアンテナ。あとはチューナー本体ですね。でまずはソフトウェア CD。で、これ CD のレーベルにシリアルが書かれているので、えー、忘れないようにしましょうね。で、クイックスタートガイドがこちら。 先ほど話した取り説明書がこちらになってまして、全部で36ページとちょっと長めになってます。結構詳細なところまで書いてあるのに驚きましたね。全部日本語表記になってます。で、こちらが F 型変換コネクタ。ワンセグチューナーの本体の側面にですね、穴があるので、そこに差し込んで、あとは宅内にある一般的なテレビのケーブルを差し込むことによって、一番良好な状態でテレビの視聴をすることができます。 長さは、えっ、ー、と、実測で約22センチありました。親指からまあ人差し指ぐらいの間の距離と同等だと考えてもらったら分かりやすいでしょうかで。付属しているアンテナですね。これも同じく先ほど本体の側面にあった穴の方に差し込んで利用する形になります。で、これが太した、太す、ん接触した時にあの、勝手に動かないように結構固めになってまして、 アンテナ自体もこういうふうに伸びるようになってます。で、硬いのでちゃんと根元を押さえないとちょっと破損するかもしれませんね。で、先ほどの F 型変換コネクタと合わせて確かめると同じぐらい、約22センチぐらいあります。で、縮ませるのもスムーズですね。で、このように折ることもできますので、持ち運びも便利にできます。 以上が今回の動画レビューになりますまたブログの方でえ写真や文字を使って補足していますので説明文のリンクからご覧ください最後まで動画の視聴ありがとうございましたこのチャンネルではほぼ毎日ゲームに関する動画を公開しています是非この右上のボタンからチャンネル登録をお願いしますもし右上のボタンが表示されない場合にはこの動画下の赤いボタンからも登録が可能ですそれではまた次回の動画でお会いしましょうボルクスでした